2010年7月11日、スペイン代表が新たな歴史を築くべくヨハネスブルグのサッカーシティに乗り込んできました。ワールドカップ2010最後の戦いが間もなく始まろうとしています。アフリカ大会初となるワールドカップもいよいよクライマックス。数々の名勝負を生んだ南アフリカ大会、今日はその頂点を決める戦いが行われます。オランダ対スペイン、新たな世界チャンピオンに輝くのはどっちだ。オランダの控え室です。過去にワールドカップを制したのはわずか7カ国。今日の試合、8カ国目となるワールドチャンピオンの誕生が確定しています。オランダか、それともスペインか。あと1勝で無敵艦隊と呼ばれるスペイン代表が世界の頂点に立つことになります。しかしそのためには2年弱負けていないオランダ代表を倒さなくてはいけません。不思議だこのパウルはスペインの優勝を予言しています。決勝戦を目指し南アフリカに上陸したのは32カ国。そして決勝戦に勝ち残れたのはわずか2チーム。最後の試合を前にスペインがウォーミングアップ開始です。キックオフまでもうあとわずか。オランダは過去にスペインと9回対戦していますが4勝4敗1分けと全くの互角。今日の対戦がワールドカップでは初となり、これを制した者がワールドチャンピオンの称号を得ることになります。デルボスケ監督、この歴史的な決勝戦に準決勝と同じメンバーで挑みます。カシージャス、フォーバックはセルジオ・ラモス、ピケ、プジョル、カプデビラ、シャビ・アロンソ、ブスケツのダブルボランチ。攻撃陣はペドロ、シャビ、イニエスタ、そしてトップには得点王候補のビジャです。オランダ代表のスターティングイレブンです。ファン・マルバイク監督、出場停止処分から復帰した選手を再び初めから起用してきます。右サイドバックの位置にファン・デルビール、ボランチにはデヨングが復帰。攻撃を務めるのは今日もカイト、スナイデル、ロッベン、そしてワントップのファン・ペルシー。3度目の決勝、3度目の正直となるか。前半5分、いきなりフリーキックのチャンスを得ました。スペイン、セルジオ・ダモスのダイビングヘッド、ステケレンブルグよく防ぎました。0対0のままです。ステケレンブルグのファインセーブに救われましたオランダ。前半12分、再びスペインの攻撃、ファーポストフリーなのはダビド・ビジャー。左足でサイドボレーを見せましたがサイドネット。右サイド、シャビ・アロンソからのクロスにダビド・ビジャが合わせましたが先制点はなりません。前半ロスタイム、オランダの攻撃です。中央、ボールを持っているのをファンペルシー、落としたところロッベンがワントラップしてニアポストをめがけて低いシュートを打ちましたがカシージャス、これをしっかりセービング。0対0のまま試合続行です。ここで前半戦終了のホイッスルです。ヨハネスブルグサッカーシティスタジアムの決勝戦は前半荒れた試合内容、5枚のイエローカードが出ました。試合はスコアレスのままハーフタイムです。後半戦好スタートを切ったのはスペイン。コーナーキックから最後カプデビラ。後半2分、シャビのコーナーキック、プジョルがヘディングでそらしたところにカプデビラがいましたが合わせることはできませんでした。後半17分、オランダ決定的なチャンス、スナイデルのスルーパスからロッベンがキーパーと1対1シュートを放った。しかしこれはゴールの左、カシージャスの右足がスペインを救います。スペイン右サイド、ナバスがグランナーのクロス、ハイティンガクリアしきれないところ、ダビド・ビジャー詰めていましたがステケレンブルグとハイティンガが2人力を合わせてこれを防ぎます。後半25分、危ないシーンでしたオランダ。後半38分、またしてもオランダのベンが抜け出してキーパーと1対1、がっちりキャッチ、カシージャス、守護神カシージャス、再びスペインゴールを守ります。
ワールドカップ2010決勝戦オランダ対スペイン、ここで後半終了のホイッスル。両チーム決定的なチャンスを生かすことができず0対0のまま延長戦へと進みます。延長前半5分、イニエスタのスルーパスからファブレガスが抜け出してキーパーと1対1。今度はオランダ代表ゴールキーパーステケレンブルグの左足がオランダを救います。延長前半11分、今度は右サイドナバスがシュート、ゴールネットを揺らしましたがこれはサイドネット。キーパーステケレンブルグも苦笑い、ファンブロンコルストの足に当たりコーナーキックとなります。ここで延長前半戦も終了。延長前半を終えても未だスコアレスの両チーム、残された15分間で得点が入らない場合は PK 戦へと進みます。延長後半4分、シャビとのワンツー、イニエスタが抜け出したところ、ハイティンガーが手を使ってしまいました。イニエスタを引っ張って止めたハイティンガーが2枚目のイエローカードで退場です。延長後半11分、数的優位を生かしたスペインの攻撃、ファブレガスからフリーになったイニエスタ、イニエスタがこれを叩き込んでスペインに先制点をもたらします。アフリカ大陸初となったワールドカップ南アフリカ大会、たった今幕を閉じました。スペインが延長後半11分、イニエスタのゴールでオランダを倒し、新しいワールドチャンピオンに輝きました。スペイン代表の選手たちがたった今黄金に輝くワールドカップ優勝杯をヨハネスブルグの空に掲げます。パスサッカーで世界を翻弄したスペイン、初優勝おめでとう。FIFA ワールドカップ2010、アフリカ大陸初のワールドカップもついに決勝戦を迎えました。この決勝戦では日本の西村さん、相良さんも第4そして第5審判として参加しています。ヨハネスブルクサッカーシティスタジアムではオランダ代表がスペイン代表と初優勝をかけての対戦です。最初にチャンスを作ったのはスペイン、早くも前半5分セルジオ・ラモスに決定的なチャンスが訪れますが、ラモスのダイビングヘッドはステケレンブルグが決死のパンチングで防ぎます。試合は荒れ、イエローカードが前半だけで5枚出ましたが、両チーム得点を挙げることはできずスコアレスのまま迎えた後半17分、オランダに絶好のチャンスが訪れます。スナイデルの素晴らしいスルーパスからロッベンが抜け出し、ゴールキーパーカシージャスと1対1。しかしこれを右足1本で防ぎコーナーキックへと逃れます。負けられないスペインは後半25分、ビジャがゴール前でフリーになりますが、ハイティンガが懸命にスライディング、足に当ててこれを防ぎます。後半38分にはまたしてもオランダにカウンターのチャンス、プジョルを振り切ったロッベンがカシージャスと再び1対1になりますが、コースを読まれカシージャスがこれをがっちりキャッチ、スペインゴールを死守します。そして2010年南アフリカ大会決勝戦は延長戦へと進みます。延長前半4分には途中出場したファブレガスが1対1。しかし今日は両チームゴールキーパーが大活躍、ステケレンブルグが飛び出し左足でこれをセービング、オランダ代表命拾いしました。スコアレスのまま迎えた延長後半4分、オランダにアクシデント、シャビとのワンツーで抜け出したイニエスタをハイティンガが引っ張って止め2枚目のイエローカード、退場です。そして試合終了4分前、数的優位のスペインがついに均衡を破ります。ファブレガスからボールを受けたイニエスタが力強いボレーシュートをゴール左隅へと突き刺し先制点を奪います。延長後半11分にイニエスタが気持ちのこもったボレーシュートをゴールに突き刺し、スペインが1対0で勝利。アフリカ大陸初のワールドカップはスペインの優勝で幕を閉じました。おめでとうスペイン。そして7時間の時差の中、1ヶ月にわたりモバイルからの応援ご苦労様でした。ヨハネスブルグサッカーシティよりシュタルフ勇気がお伝えしました。